はい、こんにちはくんです。ということで今回はミニレッドクラフトというか短期間で、なんかクリエでみんなで物を作ろうシリーズで水中になんか家を作るのをバンクラフトの誰だっけ、誰がやってたんだっけ、あれ、まあいいや、誰かがやってきてくれたので、それをね、やってみようかなと思います。水中都市を、クリエイティブでみんなで作ってみたっていうね、企画です。水中都市の、水の場所は、まあ、ここら辺にします。まあ、ここの、あたりを使って、水中都市をみんなでクリエで作るっていう風な感じで遊んでいこうと思います。じゃあ、スタート。よし、作るか。は？なにこれ？水中都市と言ったが、何をしてるんだ、これ。随分水上じゃね？ゴリラビ。あとで水に突っ込む。あー。なんかどういう系の水中、そういう感じ、なんか水没した都市のことなのか。水没した都市が水中都市。あー。なんか二つあるよね、考察が。なんかさ、円みたいなドームみたいなやつでさ、空気にするのかとかさ。おー、すごい。あ、すげえいい、いい感じのなんか。この崖めっちゃいい感じだね。この中掘って、なんか作れそう。俺のイメージなんかダヨダヨみたいな、ダヨダヨが作ってるやつみたいなさ、水中シェルターみたいな。わ、そう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 。なんで陰キャ先生いじめてんの？なんで陰キャ先生有馬美子いじめてんの？なにこれ？笑い P。くんさん、タコワサバンして。タコワサが荒らしてる。荒らして兄。荒らさせようとしてんのか。誰かに。家作ってる。でもこれ、ダヨダヨの家囲むように作ってない？なんかお前。なんでダヨダヨの家囲むように作ってんの？たまたま。みんなどうする？バンでいい？ここ広げよう。まあ、ここ、空いてね。ここ。埋めたい。埋めたいかも。まあ、せっかくなんかこう、中にあるんだったらなんか作りたいけどね。何で作ったらそれっぽいんだろうな。クォーツ。あー。やっぱこれか。すごいな、姉さんこれ。この綺麗にさらっと円ができんの？どういうことなの？すごいな。おお、これ何これ？あー、そういう？ケインじゃん。ケインじゃん、これ。ここなんか作ったら、なんか、イカオくんめっちゃ整地し続けてない？あ、すごっ！いいね、この感じ。そういうのですよ。またいじめてる。家壊さないでだよだよ。暗視つけてほしいかも。全員に暗視つければ。出すぎじゃね？なんでこんななんか、海底の民がいるの？こんなに。ここおかしくね？さすがにおかしくない？この量。おい。おい、ゴミにゃ。おい。何持っとんその左手。これ、ゴミにゃが出してる。サーバー重くした罪。あー、適用する？サーバー重くした罪によりバン。久しぶりの犯罪だよ。サーバー重くした罪。長月はクソ面白いネタがあるらしい。見に行きまーす。どうした？え？都市になってる。どうしたの長月。水中都市。ちょっと、それは面白かった。それは面白い。これは1枚ですね。座布団1枚。なんか難しいな、ここ作んの。ちょっと待つか。長月さん、また面白いことしてくんないかな。5分後、長月がまた面白いことするらしいぞ、みんな。なんだって？よし、こんなもんにするか。なんかできました。お、すげえ、これ。いいね。あー。陰キャ先生、なんで喧嘩になってんの？今ここで作ってるのに、広いやん。どっか別で作りゃええやん。陰キャ先生、広いやん、海は。海は広大やん。遠くで作ればいいやん。なんで壊すんだよ、それ。これを誰が作ったの、これ。これが俺の。あー、こっから延長しないと。西戸くんが作ってない？なんか陰キャ先生、でもこれ。陰キャ先生、これ西戸くんのじゃないの？西戸くんが作ってるよ、なんか。一緒に作ってるんだ。あー。まあ、じゃあ2対1で暇人の破壊かな。はい。まあ、民主主義だろ、そこは。はい。あ、そうだ、長月がめっちゃ面白い話するらしい。はい、どうぞ、長月さん。ちょっと待ってて。はい。あ、長月が見えなくなった。ん？チンアナゴ。おお、すごい。結局この中はできてないっていう。結局中できてない。すごいな、姉さん。めっちゃでかいの作ってる。そして、何してんのこれ、ドギーは。ドギー何これ？彼岸島の鬼？なんでそんななんか誰も知らないの作るの？魚のやつでしょ？彼岸島の。知ってるよ？お父さん知ってるぞ？彼岸島の魚の鬼だろ？バタフライしながら追いかけてくる。お父さんしか知らないよ。そう、島から出れない理由になっちゃってるやつ。そう、顔だけ魚の鬼。他は結局有馬美子はなんか作れたの？あ、なんか作れてる。
アリマミコとつぶがいの海中セックス部屋。あのさ、でもさ、モルディブにさ、海中セックスできるさ、ホテルあるらしいよ。一回行きたいよな、やっぱ。知ってる？モルディブに、水中ホテルみたいなのがあるんだよ。海底でセックスできるらしい。魚に囲まれて。冷たそう。まあ、あったかいはあったかいんじゃない？あったかい国だし。赤道だよ、あの国、ほぼ。ちなみに金額は、一泊540万円。一泊540万ぐらいです。はい。あ、でもね、ちょっと安めのやつだったら、まあ、18万とかであるっぽい。全面ガラス張りとかだったらちょっときついけど、ここでセックスか。なんか落ち着かなさそうな感じしない？上のタコ僕が作った。たこ焼きのタコじゃん、これも。なんかもうちょっとあれだよな。なんか家とりあえず並べました感あるからさ、ちょっと、なんか、あれ作りたい、こういうの作りたくない？こういう道。道作ろうぜ。ちょっと、次回で。道路的なの作ろう。サブ農地化みたいな感じ。理想の道路を建設する。次理想の道路建設したくね？それで行こう。なんででっかいフグいんのこれ。ニャンドル。あ、でも可愛い。でもなんか中いるのは可愛くねえんだよな、おっさん、この。このおっさん、このおっさん、なんかさ、インドの富豪みたいな感じしない？なんか。インドの富豪。バスローブ着たインドの富豪。うわ、ウルンルーいいね。ウルンルーおしゃれ。ウルルっておしゃれだよな。なんか、おしゃれ感を感じる。ちょっと待って、なにこれ。ひどいな。しかもハリボテだし。は？なにこれ。何が起こってんのこれ。よしこちゃん。よしこちゃんさ、すっぱだかにリボンつけてるみたいに見えない。なんか、すっぽんぽんになんかリボンくっつけて、なんか、る変態みたいに見える。アクアマン裸蝶ネクタイのアクアマンみたいな感じ。足に何巻いてんの？何巻いてんの？昆布巻いてんのかこれ。これ昆布？足に巻いてんの？ぐるぐる。昆布の桃引きみたいな。桃引き型昆布か。ちょっとよしこちゃん、その背中のどうなってんのそれ。なんか何です？黄色い線一本通ってんのこれ。これブラヒモ的なやつこれ。輪ゴム。輪ゴムみてえになってる、なんか。なんでおかしいんだろうな、よしこって。よしこはこういう服着ると。なんかね、ずれてんだよな。顔か。理想の道路伸ばして、ちゃんと水中都市にして、完結させましょう。この形でいっか。これさ、こっちにも伸ばしたくね？誰か作れる人、みんなで作ってこれ、散るの。こっちにも伸ばすよ。こっちの方に。Hello, Mr. くん。Come, come, my house to me. ね、これ。どうなってんの？なんで鉢かってんのこれ。あー、ちょっと上に出てんのか。ていうかさ、なんかさ、変なさ、車ない？なにこれ、何が起こってんのこの変な車は。なにこの、なんか変な車みたいなやつ。どういうこと？俺。何これ？何をイメージしたのこの車って。ロールスロイス。いや、じゃあロールスロイスじゃなくて、何なのこの、海に浮いてる車は。どういうイメージ？未来の海。説明できる？みんな。どういうことこれ。水上を走ってるの？ゴミ不法投棄されてるようにしか見えないんだけど。シャボン玉をコーティングしてる。センスな。マジ？センスなくない？大丈夫？建築物と建築物繋いでね、頑張って。兵庫県のカフェにある水中トイレ。どういうこと？兵庫県のカフェって水中トイレであんの？家できた！何これ？なんなのこれ？邪魔！全部壊すこれ。タコワサのやつ。一旦壊す。でも、ダヨデオ VS タコワサだからどっちの味方もしたくないよね。おー、これすごい。ぐるぐるになってんの。他なんか見せれるものある人いる？これ何これ？作んの飽きた好きにして牛丼。これ何作ったのこれ。何なんだろう牛丼を作ってんの。これ何？すごいな、姉さんのやつ。かっこよ。なんかさ、大体面白いもの作るやつってさ、なんか動画でもまあまあ面白いよな。何銀？銀作ったの何？ケインじゃん。どこでどう生活すんのこれ。銀作イカちゃん。漫画とかで見ると美味しそうだけど、いざ食べるとそんなにってなる。イカ？そうか。それ銀が好きじゃないだけじゃないの。美味しいない。そう、お前が好きじゃないだけだろ、別に。
あ、いいね。なんかいろんなところが道がつながってく、理想の道路が建設されようとしてる。俺も理想の道路の建設手伝うわ。アートンも喜ぶな、これで。で、アートンガチで連絡つかないでしょ？理想の道路さん。まだ。本当に萎えちゃったのかな？かわいそうに。みんなに叩かれて萎えてやめちゃった。空気読めなさすぎて。いいね。あと、あ、そうだね。あ、ドガキン最高だな。つなげまくってる。なにこれ？この像何？アトランティスっぽいエビフライいる。おー！地上に繋がってる設定のゲート。あー、まあ、やりたいことはわかるけど。それさ、あ、それこそアクアマンでなかった？なんかそういうの、なんか、それっぽいやつ。なにこれ？すご！おー。あ、ロゼックじゃん。サブノーチカ。もう誰も知らないね、サブノーチカも。誰も見てない、多分。2017年だよ、サブノーチカ俺がやったの。できた、来て。はい。あ、これか。何をしてんの、これ。レッドストーンを地下から引っ張り上げてる機械。あー！なるほど。お、なんか、全部の施設がちょっとずつ繋がってていい感じ。懐かしいな、水中の都市とか。なんかさ、海のさ、上でさ、ここでサバイバルスタートとかやったら面白そうだよな。どう思う？みんな。50人クラフト、次は海の中でサバイバルみたいな。海の世界。楽しそう。やってみたいです。そこに投票システムで参加者がお互いにボートし合う感じにしてもいいかも。あー。そうだね。船を作ってそれを繋いだりとか、そっちをメインにすればいいのか。それならスキン変える。何のスキンにすんの？あ。なんだよ。なになに？なんかそういえばこんなことしてたような気がする。そういえばあいつこんなことしてたような。信号機？信号機？なんかそういえばそんなのあったな。なんかマジもうなんもなくなったな。てかさ、この麦の車全部壊さねえ。麦の車景観阻害してない？景観の阻害になってる気がするんだけど。え、だって面白い麦の車これ。楽しい麦の車見てて。なんか邪魔じゃない？なんか上から見た時のさ、なんか水中都市感がさ、麦のさ、車によって妨げられてる。はい、投票タイム。え、麦のを壊したいと思う人は、そうだな、倉持ちに入れてください。で、麦のを守りたいと思う人は麦に入れてください。はい、投票タイム。壊したいなら倉持ち。守りたいなら麦。投票開始。はい、15対3で壊します。全員壊してください。まあ、やむを得んな。麦さん、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 麦さん。麦さん、これ何作ってる今。麦さん？潜水艦。麦さん、ここちょっと景観の阻害になるかも。沈没した潜水艦とかどうかな、麦。それの方が面白くない？なんか、裏メインみたいな、裏ストーリーみたいな感じでさ、この遠くのさ、こことかにさ、SF チックなさ、ここにさ、沈没した潜水艦とか作んね？ちょっと。ここ。うん。スピンオフで回収される対策みたいな。DLC の時に、こう、明かされる謎みたいな感じでよくない？潜水艦も壊していいよ。おー、いいね。なんか、上から見るといい感じだね。あ、すげえ！いい感じ、いい感じ。できてきた。はい、建物を見せたい人。みんな？スキン。あー、いいね、この感じ。このなんか、ちょっと失われてる感じ。これ何？この、エビフライのやつ。渦巻いてんのか。渦？何それ？追い出しのすご。おー！すごいね。俺、こういうのをもっとたくさん作る感じかなと思ったけど。くんさん、こんな感じに理想の道にカボチャ埋めようと思うんですけど、どう思いますか？あ、はいはい。ちょっと、なんかそういえばそんなことしてたような。くんさん来て。は？黒き月ある。なんで黒き月があんの？使徒来るぞ。これ潜水艦のソナー。は？は？どういうこと？お前ソナーってなんか知ってる？中までぎっちりじゃん。どういうこと？潜水艦のソナー？頑張ります。めちゃくちゃやな。あ、これすごい。中から入れんのか。おー、すげえ。すごい。モンスター湧きまくってるけど。ここすごいね。渦巻いてるのかっこいい。これゴリラビだろ？多分。ケンガスピナーみたい。なんでその台無しにするようなこと言うかな。何してんの陰キャ先生。くんさん、こっち手伝って。何をしてんのこれ。保全活動。はぁ、あ。珊瑚礁を次の世代に残す活動。それには滑走路が不設予定で珊瑚礁に配慮できないのでは。滑走路作るからダメだって。最低でも県外。やめろ。ね、ちょっとそっちに持っていくな。やめろ。その話に持っていくな。
お金くれたらこの活動をやめますよ。やめろ。もう言及するな。あ、いいね。おー。施設同士が繋がっていく。あ、それっぽくなってる。なんか地上に繋がってる設定のゲート。あ、それっぽい。なんか、少しそれっぽくなったね。なんでこんな遠くに作ってんのこれ。めっちゃ遠くになんか作ってる人いる。たくみくん。ちょっと完成を待つか。最後まで、あと、もうちょっとだけ待ちます。よし、見まーす。はい。上から見た方がなんかいいな、この。上から見た方がなんかそれっぽく見える。おー、なにこれ。あー、すごい。海底世界でサバイバルってこんな感じになるんだろうな。いや、この動画が上がるときやってるかどうか不明だけどさ、俺らさ、海底世界でサバイバルみたいなのをさ、やろうとしてたじゃん。で、どんな感じになるのかなってのも含めてさ、やってたけど、まあな、ちょっと面白くなりそうな気はするな。海の世界でサバイバル。くんできた、くん来て。なにこれ、ダメだ、これ。スポンジじゃん。でも多分あんま誰もわかんないと思う、それ。俺もそこまで詳しくない。ボブ。ボブネタそんな詳しいか。これすごいね。ああ、いい感じ。なるほど。くん来て。なにこれ、理想の道路。おー。いいね。あ、すげえいいじゃん。この中は水になってんだ。こっち。おう。なにこれ。なにこんなタコ部屋みたいになってんの。住むとこ。あの、なんか水浸しだけど大丈夫ここ。めちゃくちゃ水浸しだぞ。中途半端に水浸しになってる。なんでこれと繋いだんだこの彼岸島のこれと。あ、なんか最初さ、下沢が作ったやつめっちゃかっこよくなってる。なんか、俺が中途半端に作って放棄したところ。うわぁ、結局下沢の顔か。結局裸踊りだよな、下沢の。ちょっと待って、なんで原子力潜水艦こんなたくさんあんの。おい、ちょっと待って、麦さん。何これ。こんな潜水艦横並びにならないよ。ワールドオブウォーシップじゃないんだから。独立国ヤマトとかね、そんなネタね、誰もわかりません。あの、そのネタ誰もわからん、その沈黙の艦隊ネタ。原子力潜水艦でしょ、独立国を宣言するっていう。本当にお父さんしか知らないやつだよ、それ。カモン、ウェルカム。ペンペが作った水中の憩いの場、温泉入れます。すごい。ここで寝れます。ちょっとした軽食食べれるところ。あ、いいね。すごい。平和だ。平和でいいね。おー。すごい。これがいっぱいあってみんなが暮らしてる。あ、上になんかあったかいのがあって、下で栽培しててみたいな感じ？あー。いいね。ストーリーがあっていいね。かっこよ、これ。吉井教信者こういうのうまいね。かっこいい。くん来て。はい。これなんなのこれは。なんで、あの、食われてんのとんがりが。イカ。イカに対してなんかこう、変な偏見がありそうだな。あれ？なんか、たくみくんなんか上半分なんかぶっ壊れたくない？なんか。上破壊されてる。なんか、上あったのに。潜水艦に吹き飛ばされたか。なんか上なかったのか。あ、下に沈めたのか。あ、すご。おー。こういうのですよ、こういうの。こういうのですよ。できた。あ、ここから入んのか。なるほどね。この短時間でよく作ったな。水中遊歩道的な。あ、すごい。なんか下がちょっと、下まで行けるみたいになってる。かっこいいね。なんかミニ列島みたいなやつやっぱ面白いかもな。次。コータンかな？コータン何これ。昨日のエヴァ見てそれに出てきた第7使徒の見た目がかっこよかったから再現しようとしたけどコッペが難しくて諦めた。なんかほぼ諦めてない。なんか。お魚作ったよ。は？なにこれ。これはお魚なの？これ、ああ寿司。我にとってはお魚。ああ。ちょっと待って、卵はおかしくなかった今の。卵はお魚じゃないよね、そもそも。卵って違うよね。あ、シャチそれね。こんなもんにします？くんちゃん来て。ね、これ。銀499。お前、なんかちっちゃい家好きだな。狭い方が落ち着く。でも戦場低いと息苦しくなって具合悪くなる。お前戦場低いの？あー、かわいそうに。はい。ということで、理想の水中都市を、建設してみました。どうでしょうか？
なかなかいいね。50人で作る理想の水中都市です。ジジ。くん、最後に不法占拠爆破する。あ。はい、ジジ。